今日何で帰るんですか？今日はアナです。あれなんですよね、スポーツライターになってなかったら、はい、飛行機ライターになりたかったぐらい飛行機好きなんですよね。お、何が好きなんですか？やっぱり ANA が好きなんですか？いやいや、ANA と JAL 両方乗ってて、うちの母親は昔 ANA で働いてたんですけど、僕生まれる前ですね。ずっとアナ一筋で30年ぐらい過ぎたんですけど、はい、JAL が経営破綻して稲森さんになってからすげえサービス良くなって、はい、まあ、ざっくり言うとあれなんですよ。アナはビジネスクラスとか、うん、そういう人たちにこう手厚いサービスをするんですけど、うん、JAL はマジ最近はこう庶民のエコノミークラスに乗るような人にも手厚いんで、なんかどっちかっていうと、で JAL の方がマイルも溜まりやすくて、うん、JAL の方がマイル溜まりやすくて、なおかつ飛行機1便あたりになんかマイルで取れる席の数が JAL の方が多い体感があるので、なんかまあ両方使い分けてますけど、うん、でも大阪行くのに僕東京から飛行機で行くから行きますから、新幹線乗らないですから、それぐらい飛行機。南極大陸以外は飛行機でちゃんと行きました。世界も旅されてるんですか？ああ、そうです。世界とかも結構行ったり。あれですよね、岡崎選手のとかもそうだし、あ、そうですよ。ちょっと最近ちょっと本が出まして、お、これですよ。アウトナンバーと一緒に。ありがとうございます、はい、アウトナンバーはさておき、香川真司の心が震えるか否か。へー、これ大体4年2ヶ月ぐらい制作期間かけて、はい、取材自体は10年以上やってそれが載ってるんで、皆さんもぜひ、はい沖縄でも香川真司選手大人気だと思います、はい。これは、はい、いつ出たんですか？これは4月の7日発売ですから、つい最近。あ、もうついほやほや。はい、ほやほやです。またいいな、ジャケットもかっこいいな、はい。で、僕は今日初めて、はい、A&W に来ました。人生で初めて。あ、本当ですか？まあ、キングスのねスポンサーでもありますし。そうなんですね。沖縄アリーナからも歩いて10分かからないところにあるんですよ。まあ、そうなんですね。結構試合前とか、はい、キングス のグッズを身につけた方が腹ごしらえしてから歩いていくっていうのをよく見ますね。確かに歩きながらも食べれますしね、試合前に時間ないで、うん、そうなんですね、うん。面白いな。いや、でもね、こういう本がね、どんどんバスケットボール界も出てきてほしいなっていう持っていて、はい。まあ、昨日アリーナのファーストゲームがありましたけれども、その絵に合わせて三村さんの記事も、沖縄アリーナの特集した記事も公開になっているということで、皆さんそちらもご覧になっていただければ、多分概要欄に貼っていただけると思います。はい、あります、ね、どうですか？僕、はい、ちょっと待ってください。めっちゃいいんで、ぜひ読んでください、本当に、はい。もう、まあ、全然じゃないですけど、いや、もう家族買いました、うん、飛行機で読んでいただいたそうで、ね、ありがたいですけど、僕も飛行機大好きで。あ、そうなんですか、はい、何が好きですか、飛行機の。僕は最近はやっぱり、あ、僕来る前、来た時トリプルセブンに乗ってきたんですけど、うん、あ、ボーイング37ってやつ。帰りは可能ならエアバス350に乗りたいなっていうのが。へ、エアバスとボーイングがあるんですよ、はい。あ、でもエアバスはフランスの会社です、これトゥールーズにある、ね、でボーイングがアメリカの会社です、ね、シアトルにあるやつですね。あ、僕機体が好きなわけじゃなくて、うん、飛行機に乗ってマイル貯めるのが好きなんですよ、ね。あ、マイルはゲームだと、貯めるのはゲームだと思ってるんで。あ、そうなんですね。そうですね、マイルコンサルタント結構やってるんで、知り合いのどうやったら年間でマイルこれだけ貯めるかみたいな。今回も、まあ、ちょっとちょうど帰りの便に関しては帰りの飛行機に関してはアナのマイルで取ってたんですね、うん。行きはまだギリギリまで取らなかったんで、はい、だからほら皆さんも、ね、ご存知のように最初4月の、ね、10日と11日に、うん、
はいはい、シーホース三河との、はい、三河との試合でやるはずが、はい、それが最初そこがちょっと延期になって、で次、うん、エベッサとの試合が17、18日でやるはずが、うん、そこも延期になって中止になって、うん、で21日になったじゃないですか、はい、だけどあの前で撮ってたんで変更いくらでも可能だったんで問題がなくセーフっていう。今日のゲストはマイルコンサルタントの三村祐介さんです、はい、あのもしどっかでお見かけたらの声かけてもらえればこうやってやったらマイルが貯まるっていうのね。僕その飛行機のマイルの貯め方に関してはまあそうですね、1時間以上話してられると思います。うわすごい瀬長島っていうのがあったんですけど、沖縄はですね、あの分かるかな、海の向こう側に滑走路が去年供用開始になったんですよ。で要は今まで1本だったものが2本になって、でこれ自衛隊も使うので、自衛隊飛ぶときはちょっと旅客機が待ってなきゃいけないとかそういうこともあったんで、まあ、あのコロナ前とかは結構パンパンだったんですよ。ただあのやってたスポーツは、やってたのは、野球、サッカー、バスケ全部やりましたね。あ、そうなんですね、うん、バスケは中学の時関東大会出たんですけど、でちょうど、うちの子中学の先生と、はい、笹前ヘッドコーチの成蹊中学の先生がすごい仲良くて、うん、あ、そうなんですか。なので笹さんには話したことあるんですけど、練習、うちの中学と笹さんの成蹊中学の練習試合で、僕もう中学卒業した後に手伝いでこう審判とかやったりして、笹さんの多分出てる試合で笛を吹いたことがあるっていうね、おことがありますね、うん、そうなんですね。成蹊中も強かったでしょうね。そうですね、ここまでした。僕は駒場東宝ってところだったんですけど、僕らの時に初めて関東大会出て、あ、そうなんですね。だいたい学年250人いるんですけど、うん、ちょうど新しく校舎が建ったばっかりで、うん、その僕らの代だけその入学してから半年間はこう、うん、外のグラウンドを使えないっていう状況だったので、運動神経いいやつらがみんな軒並みバスケ部に入って、本来だったら野球部とかサッカー部に入ってもおかしくないような人たちが、あ、まあもちろん当時スラムダンクの影響もあったんですけど、それでなんか過去最大に部員数がいてとか、そういういろんな理由で、そうですね、その中でスタメン張ってたんですね。いやいや全くですね、野球サッカーバスケやりましたけど、その向いてなさではバスケが一番向いてなかったですね。一番やったと思うんですけど、ただ50人ぐらいいて、そのベンチに入れるのって関東大会ぐらいと最後12人でプロと同じなんですけど、うん、ベンチには入れてもらえるんですよ。なんでかしたらその練習は一度も唯一休まなかったみたいな、そういう出席点で稼いでたけど、まあ、向いてなかったなっていうのはすごいありますね。素晴らしい。でもそういうサッカー野球バスケ全部やってきたのが今につながってる感じ。そうですね。なのであんまりこうバスケだからバスケだけのためとか、サッカーだからサッカーだけのためとか、そういうことは仕事のスタンス的にもしないし、まあ両方参考にするようなことがあればいいしっていうことですね。だから最近のキングスの原稿を記事書かせてもらいましたけど、そこでもなんか香川慎とか内田篤がみたいな話が出てると思うんですけど、そうですね。あとはなんかちょっと嬉しかったのは、その内田篤さんが引退する時の記事をナンバーウェブに書いたんですけど、それはキングスの牧選手がツイッターでこの記事面白いっつってこうピックアップしてくれていて、で引退する記事なんですけど、なんかそのバスケットボールの話から始まってるって、サッカー選手が引退する話なんですけど、だからまあそういういろいろサッカーの方が進んでるところがあるし、バスケットボールの方が進んでるところがあるし、野球の方が進んでるところがあるし、なんかいろいろやれる方がいいじゃないですか。しかもアメリカの、ね、選手とか季節ごとにアメフトやって、うん、サッカーやってとかバスケやってとかいろいろあるし、なんかもうバスケットと野球両方からドラフトされるとかいうのもあるし、ジョーダンもまあ、ね、野球やりましたけど、うん、なんかそっちの方がやっぱ健全だし、別に他のスポーツはライバルではないと思うので、ね、うん、なんかそういうのは結構思いを持ってやってるところはあります、うん、はい。タイトルとかも自分で考える？これはタイトルに関しては編集者の人が考えてくれます。へえ。でもすごくいいタイトルだっていうのは。いいですね、はい、俺か俺以外かみたいですね。それね、誰かにも言われたんですよ。ローランドですよね。はい、確かにね。でもそれをなんか SNS 上でローランドっぽいタイトルだなっていうツッコミがあったんで、今のはナイスツッコミ。いやでも本当に顔つきがすごくかっこよくなりましたよね、その香川選手って。やっぱりもう十何年見ているじゃないですか皆さん。でもね、そういう今何歳ですか香川選手？今32歳ですね。岸本選手と同じ？
平成元年生まれなんですけど、同じ世代です、ね、元選手、いつだろう、8ちなみに、うん、僕も2つ人だから、1個じゃないか、うん、なんかこのアスリートがその30になって脂乗ってというか顔が締まっていく感じがなんかすごく似てるなって感じがします、ね、ああなるほどね、確かに確かに、うん、そうですね、岸本選手とか昔のやつはもうちょっとやんちゃな表情とかが多いですけど、うん、で特に B リーグの、まあ、オープニングゲームとかも皆さん記憶にあると思うんですけど、やっぱりね言葉もすごく重みが出ているし、今日岸本選手の記事が上がるんでしたっけ、岸本選手と、はい、木村さんに聞いた、うん、いやこれむちゃくちゃもうこの YouTube がアップされてる時は、はい、あのもう多分皆さん読まれてると思うんですけど、うん、それもまあリンクにね、はい、リンク概要欄に貼られてると思うんですけど、あなんかいやどの記事もいいんですけど、またすごくいい話だなっていう話がそれは出てるんで、うん、沖縄アリーナ実際昨日足を運んでゲーム観戦してどのように感じましたか。やっぱり空気感が違いましたよね、うん、そのなんかわからないけど独特な空気っていうのはきっとあって、はい、なそれはなんかもうみん、来てる人たちと一緒に建物があって、うん、来てる人たちがあって一緒に作るものだと思うんですよね、うん、でオープンした試合は、まあ、最後に、うんまあ、ほぼブザービーターみたいな形で、うんまあ、決められて負けたんですけど、うん、なんかそこにこう試合が終わった直後のこいつ、ね、ブザーが鳴った直後のこうスタンドにいた人たちの顔を見たら、いやなんかこう怒ってるわけでもないし、うん、なんか単純に悲しがってるわけでもなくて、まあ、悔しいんだけれども何かこうすごくバスケットボールの、醍醐味をこう味わってるっていう、なんかこうなんていうかな、感傷に浸ってるっていう感じの、空気があって、実際そういう表情をしてる人たちがいて、でだこういう試合が続いてこういう戦いが続いてったらどんどん面白くなるなっていう感じはしますよね。例えばこの三浦さん、ヨーロッパの、まあまあ、サッカーとかいろいろ見て、こういうなんだろう、一体感だとか雰囲気っていう点で、まあ、感じるものはあると思うんですけど、どうですか。一体感っていう意味では、うん、まずはやっぱりこう、その4月21日の名古屋戦では第2クォーターのもう本当開始1分ぐらいのところですよね、うん、船選手がこうかなりディフェンスでプレッシャーをかけて相手をハーフラインあたりまで追いやった時にすごく拍手が出ていて、うんうん、そういうなんかディフェンスのファイトをこう評価できる土壌があるっていうのはなんかすごく、うん、沖縄アリーナっていう建物もそうだし、沖縄アリーナ の, そのメインキャストであるそのお客さんたちがすごく生きる空気感があるなっていうのはすごく、まあ僕はちょっと感動しました、ね、あとやっぱいいプレーにこう拍手が、まあ今 声が出ないんだけど、いいプレーに拍手が出るっていうのは、その沖縄アリーナができて新しく観戦に来る、新しく観戦に来るファンの人もいると思うんですけど、そういう人たちもまあこれがいいプレーなんだっていうのを教えてもらえるし学べるし、逆に声が出てたらわーってなっちゃってるけど、今はなんかこう拍手でやるから何がいいプレーなんだよっていうのは、こう新しく来た人は逆に今なんかとか醍醐味とかツボっていうのはなんか学べる感じがあって、空気感があって、すごくもちろん声が出るのが一番いいんだけど、それは今の状態で拍手っていうのがね、こうなんか出るっていうのは、うん、ヨーロッパなんかもやっぱりこういいプレーって拍手出るんですよね、必ず、うん、そういう空気感があるっていうのはなんかすごくいいなと思いましたね。あとやっぱ500インチのビジョンがあることによって、はい、そのじゃいいプレーがあった、はい、田代選手の、ね、バスケットカウントのシーンなんかそうだったんですけど、あれすごかった、はい、そのバスケットカウントでゴール決めて、うん、わーって拍手があって、うん、でその後にもう一回あの大画面の500インチのビジョンでリプレイやるじゃないですか、うん、でそれをリプレイを見たら、あ田代選手みたいな下の角度からの映像だったと思うんですけど、あこんなに厳しい角度からバンクを決めたんだなっていうので、またさらにもう一回拍手が起きるっていうね、あのフィニッシュひねりが入ってて、あれ技術点ポイント加えてほしいです。そうですね。そうそう。で技術点ポイントは、うん、スコアでは加えてないんですけど、うん、拍手によってお客さんの心ではもう加えられたらっていう感じでしたよね。だからそのあの大きいビジョンが、あこういう生き方がこういう、生かされ方があるんだなというか、二、うん、度楽しめるなっていうのが昨日感じたので、楽しめましたね。それは良かったですね。三村さん、沖縄って、はい、かれこれ何回来てるんですか。初めて来たのが高校2年生の1999年夏、沖縄ですね、夏の終わりぐらい、
9月で終わりで、それ沖縄サミットのちょっと前ぐらい、そうですね、99年夏、ね、沖縄サミットは2000年なんでね、99年夏沖縄でしたね。あのミスターチルドレンの歌で1999年夏沖縄があるので、それ知らない人はググってください。はい、でその時はねちょうど日光アリビラに泊まったんですけど、お読みたんの、いや読みたんのだ、あれはなんか自分の旅行の中でもこうベスト3に入るぐらい面白かったな。あ、太陽の太陽さん、はじめまして、ちょっと後で名刺いただきます。ゲーム昨日あの、ね、スパイクリーが座るようなところで見てましたけど、はい、ジャック・ニコルソン的に、はい、ジャック・ニコルソン的にこうやってもうそうですね、逆に那覇市内に泊まったことは一度もないんですよね。おだから大体あそこら辺のホテルとか、読谷2回、チャタン1回、コザ2回ですかね。那覇市内にいるか、国際通り、その高校生の時は、国際通り行って、なんかアクターズスクールのビルの前行って、はい、はいはい。そうですね、もうね、今あの、芸能界引退されちゃいましたけど、スピードの上原貴子さんが同い年でしたね。あ、そっか。はい、僕は今井英子さんですね。そうですね。はいはい。僕は安室奈美恵。ああ、なんですか、その、つながりだな。宮本さん何年ですか？僕、88年です。はい、パワーシンジ選手の1個上なんで、はい、あれです、マー君世代です。あと坂本ちゃん、学年は、学年は僕1個早めなんで、早めなんで、内田篤人世代です。サカナクションの山口一郎さんと同じ高校なんです。それこだわりすぎなんですよ。あ、でも山口さん北海道なんですね。はい、そうそうそう、沖縄アリーナでサカナクションオープニングアクトで呼びたいっていう。いやいやいや、そんな力はないけど、いるでしょ、他に沖縄に素晴らしいアーティストっていう。でもサカナクション俺もみたいな。でもあのアリーナでサカナクションかっこいいですね。かっこいいですね、もうですよね、あの全部使ってね、絶対やる、かっこいいですね。やっぱね、サカナクションが鍛えるから出発して、鍛えるから、あ、1個大きいですね。そうなんです、そう、ファイナル沖縄でやってほしいんですよね。いや、そのうちそういうのできるかもしれないね。全部 B リーグの、アリーナでライブをしていくっていう。そうですよね。その北海道から始まってっていうのは、うん、確かにできる日が来るかもしれないですよね。そうですよね。だ、川崎の轟アリーナのなんか初めて の、 そのコンサートはビースティーボーイズらしい。ビースティーボーイズ、轟ができた時ですらしいんですよね。へ、そうなんだ。ビースティーボーイズがよくわからないですけど、ビースティーボーイズは超有名ですか？超有名です。90年代のヒップホップ、日本でいうとジブラさんぐらいや、ね、ああそうですね、立ち位置的には、そうですね、ボールペンのジブラならわかりますけど、ゼブラです。ジレ早い、はい、ゼブラです、ね、顔せが、はい、ちゃんとね、ちゃんとが、いやいやいや、そこ寄せ、本当に昨日冬選手見たから、昨日冬選手見たから面白いんだよ。あれ見て、僕はこういうハードに行かないんだよ、ハードワークしないとなって。やっぱりもう昨日来て今日帰るみたいな。いや、僕はね、あの、その前に入ってたんで、はい、そう、バンダカフェ行ったりしてた。ああ、そっかそっか、ちょっとその日はもう仕事っていうよりはもう、いやいや、あの、はい、そうですね、あの、まあ一応なんか飛行機なんか雨とかもあるし、まあ、できるなら1日ぐらい早く来た方が、せっかくオープンに来てくる合わせてるのにっていうので、たまたまちょっと余裕もあったんで、そっかそっか、そう、今回はまあミッドウィークでしたからね。そうなんです、あの、いつもであればまあ土日とかで組んでた方も多いかと思うんですけど、でも今回やっぱオープニングっていうことだけあって、結構ね、この試合のために急遽来たって人多かったですね、公式戦の雰囲気はやっぱり違いますね、違いますね、よかったですね。しかもあのバスケットライブとかで観戦した人はひょっとしたら分かんないかもしれないですけど、試合の40分前ぐらいの、あの本ちゃんのアップの時に、もう田代選手と今村選手が争うようにこうバーって走ってってコートに入るっていうのが、スラムダンクの三能線の前みたいに、みんなバーってこう一番乗りみたいな感じでこう入るっていうシーンがなんかすごくこう良かったですね、あれはね。結構みんな最初ワクワクしてる感じがすごい、みんなあの名古屋の選手も笑顔で、この後公式戦やるんだよね、この人たちって思いながらも、すごいもうニコニコして、やっぱり岸本選手決めましたね。岸本選手ね、最初気合入ってましたね。1クォーターの初っ端2本くらい決めましたよね。で残り 24.3 秒。ああ、最後のね、うん、あれもよかった。やっぱり決めた。決めた。いやー、あれよかったな。結構、やっぱり、あの、なんだろうな、まあ、
記念すべきメモリアルなゲームで記憶にも残る感じだったんですけど、要所要所ビッグゲームでやりよるんですよ。やっぱクラッチを持ってますよね彼は。けどまあ最初の試合でなんかこう優勝セレモニーがあったっていうのは、まあ10年後20年後になんかちょっと伝説的な、またキングス優勝したのみたいな、そしていや最初のオープンの時から優勝セレモニーやったぐらいだからねみたいな、そういうのも全部伝説になると思うんで、なんかあれもまた良かったんじゃないかなって。確かに良かった。もうあの2023年が盛り上がらなかったらもう宮本さんのせいです。でも本当に今宮本さんがおっしゃったみたいに結構みんなそんな感じですよね、バスケが好きな人でも、ちょっとでもあれ僕昨日ツイッターで突っ込まれた方が一人いらっしゃったんですけど、僕が結構1400ぐらいいいねもらったんですよ、アリーナの写真の時に。そしたらやっぱりこれが日本のバスケットボールだって、僕は要はこのここから日本のバスケットボールがまた新時代が始まるって意味だったんですけど、やっぱりそのいやこれは沖縄のバスケですっていう突っ込みがあって、それは別に悪い意味じゃなくて、やっぱり沖縄の人たちはそれだけプライドを持ってるからっていうところを、やっぱりもっと僕らは知らなきゃいけないなって今回沖縄に来てすごく感じたことで、やっぱりその沖縄でワールドカップを開催するっていうことを、まあ日本のことなんですけど、逆に言うとこう沖縄の人たちがこうプライドを持って進めてることを、まあ正直情報の中心とかやっぱり東京なんで、やっぱり東京の方にももっと持ってこなきゃいけないなっていうのはすごく今回感じましたね。うん、何かできることがある。いやいや、でも力で終わったっけの人たちのみんなの力で沖縄の2023年を楽しみにしてくれたらすごい嬉しい。地域の特性、僕も北海道出身なんで北海道のあれはあるんですけど、地域の特性を含めた上でそれが全部合わさって日本のバスケになる中で、まあ、間違いなく沖縄アリーナで琉球ゴールデンキングスのスタート の先頭を切ったというところで、まあ、さらに23年に向けて先頭を走り続けていく3年間になる。やっぱりそこは、まあ、もちろん B リーグこのまま3年連続優勝とかしてもらって、いやいや、でもね、本当に楽しむことが大事なんですよ、バスケは。まあ、沖縄のバスケは分かんないけど、楽しむっていうことが、そこがもっとこう、みんなに広がっていけばいいなと。成功させよう、フィーババスケットボールワールドカップ2023、沖縄アリーナで開催されます。アウトナンバー YouTube では、ワールドカップ開催地沖縄から現地情報を発信します。よろしければチャンネル登録をお願いします。